ちゃん赤ちゃんです。今日はこちら、じゃじゃん。ちょっと前回のあの企画でグミがいろいろ入っちゃってるんですけど、地球グミです。今回は地球グミプリン作っていきたいと思います。地球グミの味のプリンにしたら美味しいのかすごく気になるので作りたいと思います。そして地球グミには中にさ、ベリーソースが入ってるじゃん。ベリーソースを抽出して取り出して、青い部分をまずプリンにします。そして最後にそのベリーソースをかけるという、もうまさしく地球グミプリン作っていきたいと思います。それでは行きましょう。材料はとっても簡単。まず牛乳、量少なめだけど 125cc 入れます。よっ、はい、ちょっとオーバーしました。ではここに温めて地球グミを混ぜていきます。何個入れようか、ちょっとね、色的にさ綺麗に青くなるまで入れたい。この地球グミのベリーソースは取り出します。どうやって取り出そうかね。まずは地球グミからプリンでいうカラメルソース部分を抽出します。抽出 OK。手前側を噛むという技術を身につけたので今更。ではこの地球グミに切り込みを入れて、出てくるからちょっと上向きでこうやって切って、ほっ、さあ出てくるのか。あ、来た、来ました。プリンでいうカラメル部分を抽出します。これをきれいに絞り出して、うわー、貴重だ。1個からこれだけしか取れない、とても貴重な、希少価値高めだ。1個でこれぐらいしか抽出できませんでした。まあ1個じゃなくもう少し使いますから。2個目、よし、あー、セーフ。まあ、机の上はね、綺麗に拭いてるので毎回ね。よし、じゃあ切りまーす。ふっ、抽出。くるーん。今までこの部分を抽出した人はいるのでしょうか。何個だろうな、地球グミ。色が染まるぐらい青く入れたいね。味もさ、やっぱ地球グミの味がしっかりしてほしいから、とりあえず4つ、いってみよう。うわ、本当にベリーソース貴重ですね、この感じ。よし、ラスト1個。オッケー、今回開け方全部成功してる。よし、オッケー。それではレンジで温めます。さあ、まずは20秒ほどでいきます。どうだ、20秒で、ちょっと溶けてきてる気がする。でもまだですね、沸騰しないぐらいを目安にいきます。ほい、さあこれで合計40秒。お、ちょっと地球グミが砕けてきてる感じはあるけど、溶けてる感じはなんかブヨブヨにはなってきてる。もう少しだな、きっと地球グミ的に。でも結構ボロボロにはなってきてる。いいね、もう20秒いこう。おー、あったかくなってるね、牛乳。おここら辺溶けてる。あー、かなり溶けてきてますね。もう少しだ、あとちょっとだ。なんかやばいかな、分離というか変な感じになってる。綺麗に混ざってない気がするな。なんか、何この固形な、ベリーソースの酸味が牛乳と混ざってチーズみたいになっちゃったのかな。レモン汁と牛乳で牛乳固まるじゃん、そんな感じかな。もう20秒。さあどうだ。おー、牛乳っぽさがなくなってる。なんか透明になってるんだよな。牛乳入ってんのに透明になってんの不思議すぎない？なんでさ、透明な水色の液体になってんの？ラストぐらいかな。いきます。お、どうだ？やっぱ透明なんだけど、なんで？やばくない？これ。とりあえず戻りましょう。見えるかな？牛乳どこ行った？っていう感じになっちゃってますね。最初に地球グミだけを溶かしてレンジで。牛乳はあんま一緒にレンジでチンしない方がいいかもしんない。ちょっとこれ捨てるのもったいないので、一旦ちょっとこしてみます。こし取ります。なんかやばいものが誕生してる気がする。色が恐ろしい。牛乳どこ行ったの？透明なんだけど。いやー、ちょっとこれ作り直したいな。一旦これは取っておいて作り直します。リベンジ。ここに今お水 25cc 入ってます。もう一回地球グミをね、抽出します。ベリーソース。地球グミだけ温めれば綺麗に溶けてくれるはずなので、それでうまく作りたい。まずはベリーソースを、違う、こっちじゃない、危な、こっちだ。いや、このシロップ良くないかな。レモンとか入ってて牛乳が固まっちゃう可能性があるな。
OK。 では一旦このソース、レモンが入ってるかもしれないので洗います。ソースだけ洗います。ではこちらをお水と合わせてレンジでチン。これで綺麗に溶けるはず。これなら絶対いける。これでいきます。一旦30秒でいきます。どうだ、お願い。うおー、これは、あ、いいです。これです。完璧に溶けてますね。では綺麗に溶けたので、これね、うわ、綺麗綺麗綺麗。ゼラチン 2.5g 入れます。ここにゼラチンを入れて、お、ここでちょっとゼラチン混ぜ合わせて、これを地球グミに入れます。よし、で混ぜて、ここに牛乳を入れていきます。怖っ、固まんないでほしいな。ちょっと一回様子見で少しちょろって入れよう。少しなら大丈夫。200入れたいとこです。200、これで分離しなかったら大成功。してない。ちょっと強気に入れて、分離してない。入れよう。分離してないと思われる。お願い、お願い。怖い。温度が冷えてくるとさ、グミも固まってくるじゃん。そこも怖い。ほい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 。では混ぜて、できました。プリンの液、あとは固まることを願うばかりだ。よし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 、大成功の予感。これはいいね。ではこちらの容器ね、一応油を塗っといて、プリンがね剥がれやすくします。この油を少し塗って、極力ね容器を丸くしました。丸い容器でさ作ったらさ、プリンってしたら地球グミっぽいじゃん。で移します。よし、きた。いきます。ほっ、地球グミプリン。大きく作るか。これを大きく作って、でこっちも作る。赤い方が本命で、いきます。いい匂いしてるんだけど。これ美味しい予感。完成でーす。こんな感じで、見た目はもうまんま地球グミって感じしてるかな。いや、食感とか完成がすごく楽しみです。ではこちらを冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。プリン完成しました。こちら、じゃじゃーん。どうですか。イエーイ。ではこれをね、綺麗にやっていきたいと思います。ちょっとまずこっちからいこうね。周りをね、うまく剥がしていって、ゆるいかな、スルッていかないかな。いきます、せーの、はい。おお、こんな感じです。どう、ちょっとまだゆるいのかな。これ試作の方だから、一回食べてみます。ソースはまだかけずに、試作だから。いただきます。いや、どう、おいしい。うん、牛乳の味がね、しっかりと美味しいの。なんだろう、あのフルーツオレとかさ、牛乳入ってるじゃん、美味しくなるじゃん、そういうイメージ。うん、でももう少し固まるかな。やっぱ牛乳の味が入ってるから、プリンって感じする。いい感じ。ちょっと美味しいんだけど。地球グミにミルク感で出たら絶対美味しいじゃん。美味しい。見た感じやばい。なんか多分視聴者さんもそう感じてるってことだよね。でも伝わる、このミルク感が出てて。牛乳プリンってことだよ。そう、牛乳プリンが地球風味、地球グミ風味。もう少し固めていいかな。ちょっともう少し時間を置きます。今までの地球グミでいろんなもの作ってきた、これが一番美味しい。で、この牛乳のおかげで本当にね、プリン感がある。一晩冷蔵庫で冷やしたんですけど、食べてみましょう。硬くなったかな。うん、昨日より硬くなってる。いや、うん、なんか最初ね、かなり地球グミが強いんだよな、味。だから一口目、うわ、地球グミだ、うってなる。一口目、うってなるけど、二口目から味を理解して、美味しくなる。では、大本命のこのまん丸の容器で作った地球グミ、プリン、出してみます。こんな感じです。綺麗だよね。慎重に剥がして、あ、来た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 。そう、一箇所空気入れば、プルプルプルって、こんな感じで。オッケー、一周するよ。オッケー、取れた。
いきます、せーの、おい、あーどうだこれ、なんかゼラチンが沈殿してる。じゃじゃーん、地球組プリンです。ゼラチンが沈殿してる感じがあって、表面上ちょっとなーって感じなんですけど、このような感じにできました。じゃじゃーん、プルンプルンです。ほら、ブルルルルン、昨日の失敗したのがこんなのになりました。ちょっとね、味見してみたんですけど、カッテージチーズみたいになってた。見た目もさ、青色のカッテージチーズなんですけど、味がね、地球グミの香りが強くて、奥にチーズの味を感じます。なのでこのような感じになりました。ではこちらのベリーソースをかけていきたいと思います。いきまーす。おー、プリンでしょ、ほらプリンっぽいでしょ。まあ足りないか、もう少し欲しかったな。完成しました。じゃじゃーん、こんな感じです。では早速こちら食べたいと思います。いただきます。はい、プルンプルン、プルンプルンですよ。うん、なるほど、やっぱ牛乳いっぱい入ってるからミルクプリンなんですけど、ミルクプリンに地球グミの香りが強めにかかってる感じで、ベリーソースをつけることで、あー、ちょっと優しめの味なんですよ、地球グミプリン自体は。だからこのベリーソースと一緒に食べることで味がはっきりする。なるほど、うーん、あー、どっちが好きだろう、ない方が好きかな。うん、個人的にはない方が好きかもしれない。地球グミプリンだと優しい感じなんですよ。なんて言うんだろうな、本当にフルーツオレとかってフルーツの酸味に牛乳でまろやか、マイルドになって美味しいじゃん。優しい味？地球グミプリンも本当にそんな感じで、牛乳で優しい味になってるんですよ、地球グミが。このまんまが美味しいかも、優しいプリンとして。で、ちょっとこのカッテージチーズ、こちらですね、青色のカッテージチーズ、一回これ食べて、合わせても食べてみる。いただきます。ん？あんまり味しない、チーズの味がかなり薄いですね。かといって地球グミも薄味で、やっぱ酸味はあるからチーズらしさはあるけど、味自体が薄いから、うっすら地球グミの香りとチーズがもっとうっすらあります。まあ、なんかそんな感じだね。これとプリンで食べたらどんな感じなのか、すごくない？なんか新しいスイーツを作りましたね、これ。いただきます。うん、一緒に食べるのは違う気がする。なんか食感がさ、つぶつぶのチーズと柔らかいプリンがね、ちょっと口の中であんまり合いませんね、相性が。ベリーソースと、あー、うわー、難しい。まあ、これは、地球グミプリン、本体はすごく美味しいです。僕、大好きです。ミルクとの相性もいいので、まあ、大成功です。で、地球グミも今回、この量で4個使いましたけど、ちょうどいいかなって思います。甘すぎないので。おすすめレベルは、10点満点中、今回は、7点 !7 点です。まあその地球グミが大好きとか、いう方には、すごくいいと思うんですけど、なんだろうな。まあでも、味が慣れてくると本当に美味しいんですよ。最初ね、地球グミとプリンがさ、あんまりイメージが湧かないから、うってなるんだけど、味が慣れると本当に美味しくて、少しフルーティーな酸味の気持ちあるプリンみたいな。だから、美味しいけど、わざわざ作ることはおすすめしないかな。どうだろう。地球グミが大好きで面白そう、作ってみたいっていう方はとてもありだと思います。味が気になるな、大成功だなって思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。